1曲目っていうのはあのー、よとぎっていう曲で僕のオリジナルなんですけど、僕は東大阪の長田っていうところの出身なんですけど、あの夜になるとよくそのまあ死者をこう弔うっていうか、もう夜中をこう銃こうなんか鉄のこう分鎮みたいなやつにこうハンマーをこうキン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 鳴らして、それの音がね近くでいつも聞こえてたんですけど、まあそれの感じをこう再現、まあ思い頭に残ってるのをこうちょっと再現したみたいな感じですね。あれはなんかそのダンディのこういうコンコンチキンとかそういうのに通じるものがあるのかなっていつも感じてるんですけど、まあどうだったでしょうか。それで2曲目はあの、まあ、東京にちょっと出て行って、それであの渋谷のところであのストリートをやってたんですね。でその時にこういろいろなこうなんか人の行き通り行き来とかそういうのをこういろいろ見ててこう作ったあのアンクロスドラムっていう曲を、弾きました。それでここら辺で、まあ、ジャズストリートっていうので、ちょっとジャズっぽい曲をやってみたいと思います。あのご存知の方がおられるかどうか分かりませんけど、あのチココリアのスペインをやってみたいと思います。
から一応ジャズの曲なんだかね、ジャズとフュージョンの境目みたいな感じですね。あのチックコリアが作曲したので、前半のところはその、なんですか、クラシックの楽家 のアランフェス・コール、競争曲ですか、あのこう子供さんをちょっと亡くされた感じで、そのこのね、すごい悲しみをどこにぶつけたらいいんだっていうようなことで作曲された、あのなんえどこ入ってたの、イエペスじゃないの、もうちょっとそのなんかプラスチックギタリストの方の、作曲の曲でした。ということで、次は、ポップスコーナーで、ちょっと、ご存知の曲を、やってみたいと思います。時間がね結構押してるみたいなんで一部省略しますけど、ちょっと短い目に、ジュピターと、続けてスモークオンザウォーターをちょっとやってみたいと思います。ベースを弾きます。